どうも、こんばんは、NM です。いやー、見てきましたよ、映画、東京グールです。今回はですね、感想を語っていきたいと思います。ネタバレ等を含みますので、まあ、これから見るからまだ内容は聞きたくないよって方は、ここでブラウザバックの方を推奨いたします。すでに見た方はですね、まあ、これからちょっと語り合っていきましょう。で、今回は前作の東京グールから若干のキャスト変更、そして監督も変わっています。なので実写映画第1弾ですねの雰囲気がですね合わなかったよーって人もね、また東京グール S では違った印象を受けるかもしれません。しかも今回は R15 で、公開されていますので、若干グロめでした。はい。で、まあキャストの東海役はですね、清水文香さんから山本舞香さんに変更に、まあ、なったわけですけど、諸々の事情から、まあね、可愛かったですね。クールビューティーって感じで、すっごいすごい似合ってました、東海役。はい。ハマり役だったと思います。で、内容としては原作より改変されている箇所多かったんですけど、まあ、全然違和感なくね、実写化、はい、されていて、最後まで楽しむことができたと思います。ただ一つ言わせてもらいたいのが、グールレストランで CCG がですね、攻め込んでくるシーンあったと思うんですけど、あそこで、アモンさんがですね、なんかすでに二刀クラをね、ぶん回してたんですよ。で、二刀クラといえばですね、青霧編で、まあ、ビン兄弟相手に負けそうになっちゃうシーンがあるんですよね、アモンさんが戦ってて。で、そこでね、不意打ちで、分離状態にするじゃないですか、最初の一本の状態から。変形させると思うんですけど、窓さんにね、狡猾であることだよ、アーモン君って言われながら、階層とともに、分離させてズバズバッと切るっていうシーンなんですけど、今回の映画ではですね、すでにレストランで二刀クラを持ってね、分離させた状態でドカーンって乗り込んできて、あれ胸熱なシーンないのって思ったんですけど、まあちょっとでもそれでも面白くて、ちょっと笑ってしまいましたね。はい。で、築山役の松田翔太さんなんですけど、すっごい良かったですね。もうなんかもう色気がもう築山の色気も、なんて見事に表現してくれてて、はい、すっごいハマり役だったと思います。で、まあ最後のシーンですね。スタッフロールの途中で流れるシーンです。で、翔太がですね、まあ当日、ソータのキャストのマッケンユさんが発表されたんですけども、ソータが仮面を外してですね、まああるセリフを言うんですよ。ゆっくり育てますよ。かわいいかわいい僕の竜って言うんですよね。あのシーンね、まあ正直鳥肌立ちましたね。はい。まあさすがにね、実写映画で、竜編まではできないとは思うので、気になったら原作見てねっていう、なんかこう、メッセージが含められているのかなと、はい、僕は勝手に解釈したんですけど。そして次回作はあるのかという話です。舞台挨拶で金木健役の久保田正孝さんは続編の制作を望んでいるコメントをしてくれています。まあ、これはね、期待していいんじゃないでしょうか。次はついに無印東京グールで一番盛り上がる青霧編の金木覚醒シーンが見れるかと思います。この動画をね、見てくれたみんなで、一回はね、まあ見に行って、みんな東京グル好きだと思うんで、一回見に行って、友達とか、SNS とか Twitter ね、共有して、次回作がね、制作されることを願いましょう。まあ簡単ではありますが、今回映画東京グル S の感想でした。まだまだね、語りたいことはたくさんあるので、今後の実況動画などでちょいちょい挟んでいこうかなと、はい、思います。映画見た方はね、コメント欄に感想を自由に書き込んでいってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。